カムツっていう魚ですね。日本から来ています。で、ちょっともう軽くも使用したんですけども、まあ少しこう軽くこう使用してやってください。で、使用する意味は魚の余分な水を出すんですよね。っていうのもやっぱりその魚の臭みとか、あと水を出すことによって旨味がもっとこうなんていうんですか、凝縮して美味しく感じるようになるので使用します。で、使用するのとしないのとでやっぱりその火が持つのが違うので、味をつけるという意味もあるんですけども、ただその問題として水が出ますよね。それを一回酒で洗うんですけども、やっぱ酒も水分なので、その水分、またさらに出てくる水分をずっとですね、こういう風に置きっぱなしにしておくと、また魚の中に戻っていって魚が臭くなる。あともう一つはその水でふやけちゃってもっと傷みやすくなる。やっぱ水分があるってことはやっぱバクテリアが繁殖しやすくなるので、やっぱ悪くなる原因になる。で、それを防ぐためにですね、このピチットっていうのが役に立ってくるんですけども、まあ、なんていうか、もう本当に1時間か2時間。これはですね、使用した後に酒もしくは水で洗ったものです。きれいに塩、出てきた水をさっと洗い流してもう一回拭きに。ただこれだけじゃまだ水分が出てくるんですよね。で、少し残ってるんで、これをやって、この状態で冷蔵庫の中に、例えば1時間、2時間入れます。で、日本の、なんていうんですか、その干物みたいなことにしたいんだったら1日これずっとやってると、本当干物みたいな、もう少しドライな感じになるんですけども、今日は普通に焼いたりクックしたりするので、1時間か2時間ぐらいで十分です。で、気をつけないといけないのは、それ以上やると結構優れもので、どんどん水を吸っていくので、本当に干物にな、干物にしたくないのに干物になっちゃったりする場合があるので、やっぱ時間はちゃんと守って使うのが良いと思いますね。で、鈴木くん、ブリ、これブリなんですけども、ブリもですね、時期によってちょっと水分が多かったりするし、あともうちょっと旨味を凝縮させてみたいなって思って、油は抜けません。これ3時間ぐらいなんですけども、これは塩してない、刺身に使って塩してないんですけども、水洗いするときとかやっぱり水がついたりしますよね。その水も取ってくれるんですよね。なので日持ちもするし、たまらないし、ちょっと新鮮なのかもしれない、よかな、うまみも凝縮、これも水がなんかこんだけも魚から出てきますね。これがもう